イラちゃん、こんなところにマリメッコ。ここはどこのマリメッコですか？ロバニエミのマリメッコです。そうですね、ロバニエミというよりもサンタさんの村ですね。サンタクロース村のマリメッコですね。はい、じゃあ中入ってみましょうか。おお、よいしょ、はい、どうぞ。面白いのある？ちょっと待ってね。サンタクロース村のマリメッコですね。はい、はい、ちょっとあなた髪の毛が、はい、はい、行こう行こう、はい。今撮影許可出たので撮っていきましょうか。はい、はい、じゃあ行きましょう。ここはアウトレットになるんだね。わー、いっぱいあるね。あれ、この靴下さ、ヘルシンキだと売り切れだったような気がするね。え、なになに？ママ見て、このマリメッコのマット。そうだね、ラシーマットのやつだね。え、ブランケットだね、これね。わあ、すごいいっぱいあるね、生地も。まあ同じだろうけど、でもすごいね、揃ってるね。あ、これ、うん、あれ、うちにある。イラさん使ってるタオルだね、うん、ママこれもあるんだよ、これも。ママまだ下ろしてないの、これ。お客さん用にと思って。ママさ、うん、ママこれの青いやつも。そうだね、ママこれの青いやつね。わあ。虹色だね。うん。何これ、ポケッティの何これ。ポーチがある。ポケッティのポーチだって。あ、いやいや、おいや。うん。ほら。これは 30% か、ね。タオルは。それはね、お花のほら花瓶だよ。ミニチュア花瓶。ミニチュア花瓶、そうだね。ミニチュア花瓶っていうか、そうだね。じゃあミニチュアお花を探さないと。そうだね。綺麗だね。なんかさ、品数豊富じゃない？いろんなものがさ、ちょっとずつ。だってマンシッカのこのトレーなんてさ、ヘルシンキもうなくない？どれな、このマンシッカ。そう、いちごちゃん、そう。多分欲しい。欲しい？お家あるあるある。お家にあるよ。わあ。ねえ。いやほら、このさ、ハウキだっけ、なんだっけ、名前忘れちゃった。この魚さんもさ、これもさ、もうないよ、向こうに。ねえ。あ、カンタル、カンタル靴は。マリメッコのキッチンペーパー。そうだね、キッチンペーパーね。キッチンペーパー？なんだっけ、ペーパーナプキン。ね。ママと同じパジャマ発見。確かにママこれ。ママこれ着てるね。ママと同じ。お家にある。お家にあるね。あ、大丈夫、いいじゃん。うん、ね。あとマリメッコの。これね、全部マリメッコだよ、ここ。スリッパね。あとマリメッコのハンスプーンみたいな。そうだね。結構いろんなのあるな。お洋服もなんかさ、結構揃ってない？いろんなのが揃ってていうか、最近さ、アウトレット行ってないからね。あのプケッティが珍しいんだけど、青い紺色のプケッティ。ちょっと待って、ここ回ってから行こう。これかわいい。ここね、オアシスだね。外寒かったからここがすごい暖かく感じる。ずいぶん前に売ってたね。もう今ほらヘルシンキっていうか向こうではないよね。いくらこれ？195。あ、でも、ね、2割にしかなってない。あ、こんなこと言っちゃいけない。2割にしかなってない。ねえ。ねえ、もうちょっと安かったな。あ、ね、アウトレットだからさ、もうちょっと安かったらちょっと。ねえ、まあでもイナちゃんにはまだ早いね。これのちっちゃいやつ持って子供に。そうだね、イラだ、これ子供。ここに子供のないかな。最近子供のあまり見なくない？見ない。ねえ、見ないね。ほらほら、これなんかさ、珍しいっていうか初めて見たような気がする。イラちゃん、このマネピンクと、ピンクね、あの白の組み合わせが好き。好き？ラシーマットね、これね、ピンクのラシーマット。かわいい。ねえ。このこれのさ、赤とピンクでさ、イラちゃんにワンピン
ピース作ったんです。そうなんですよね。リタさんのお洋服がなかなかないからさ、マリミックのさ、ね、そうですね、また機会があれば作りましょう。生地はこんな感じですね。いろいろあるね。すごいすごい、結構本当に品数が。あれ、マンシカちゃん、マンシカちゃんここ、ここにある。美味しかった。皆さんお腹空いてるのね今ね。ハンバーガー屋さん行こうと思ったらここが目に入っちゃったね、うん、じゃあ向こう側見てみましょうね。え、そうですね、うん、ごめんなさいよ。あ、ママと同じマグカップも入ってね。え、これ大きくない？このトレーすごい大きくない？ほら大きいねこれね。イラちゃんの顔と比較するとさ、そっちの方が全然。ちょっと待ってね。あ、これがここにあるじゃないか。これ多分ノーマルプライスなんですよ。ほらイラちゃん、ほら持ってごらん。いないなーい、いないなーい、まあまあ、すごいね。けどこれにはイラちゃんの顔とかない。そうだね、ひなちゃんの大きいね。すごい。あ、これほら、ママさ、これあれ？これだっけ？こっちだっけ？なんかもらったような気がした。マリーの。ね。キティちゃんね。かわいいね。ひなちゃんも大人になったらこういうの使おうかな。そうかな。はい。あ、こんにちは。日本語話せてくれる。あ、セキュー。いやー、みんなこんにちは。こんにちは。はい。わー。あー、いきなりちょっとあの頭の中がですね、急に日本語で話されて分かんなくなっちゃった。でもさ、ここさ、豊富だね、なんか。ね、種類が豊富なような気がする。とかなんかさっきからね、すごいね。どこどこ？あ、あれはね、エッグスタンドって言ってね、ゆで卵乗ってるんだよ、うん、あ、知ってる、なんかレストランで食べた。これさ、ほら、70周年記念のだよ。イベントの70周年間違えたんだよ。そうか、間違えたか。なんかさ、あの、見たことあるレストランで食べた、あれで食べたね。ここはほら、もしかしたらノーマルのプライスのやつじゃない？こっち側ノーマルのやつだよ、ほら。全体を取って、ね、お客さんがさ、何、お客さんとか言ったら視聴者の方が何を興味あるか分かんないからね、とりあえず全体を取りましょう。ママ、イラちゃんこれ持ってる。そうだね、イラちゃんのお洋服いっぱい、一緒のお洋服だね。なんか欲しいものっていうのがちょっとないけど、まあ見る価値はあるね、ここやっぱりね。あ、ゆめっこちゃん、ノーマルプライスなんだな。やっぱりね、向こうがアウトレットって、あの棚川さんもさ、向こうはもう本当にね、単なるって言った方がいい。こっちはもうほら木でしっかりしてるじゃない。
で、このマリメッコはこうやってきちんとしたノーマルなところはね、こうノーマルプライスのところはこの木のマリメッコなんですね。ね、でアウトレットはね、プラスチックのマリメッコ。ここはだから全部ノーマルプライスですね。何やってるの？やってごらん。ねえ、ゆなちゃん、そろそろ向こうに行ってハンバーガー屋さん行こうか。ねえ、ちょっと結局楽しんじゃった。楽しんじゃったね。ねえ、じゃあ行こうか。うん、じゃあフードかぶろう。あれはハンスターはめてるね。これ、これは、これやる？はい、行く？オッケー。じゃあ行こうか。バイバイ。じゃあ、イラちゃん、ハンバーグ屋さん行きましょうか。ねえ、見れたね。行きましょう。じゃあ、まりめっこちゃん、さよなら。楽しかった？楽しかった。OK、じゃあ行きましょう。イラちゃんのこのポーチは面白い。そっちですか。最高。